サッカーイスラエル代表は、イスラエルサッカー協会によって編成される、イスラエルのサッカーのナショナルチームである。ホームスタジアムは2つある。1928年に前身となる委任当チ、パレスチナ代表チームが結成された。このチームは、ユダヤ人選手で構成されており、アラブ人は参加していなかった。1954年、第2回マニラアジア大会がきっかけで、 大会中の1954年5月8日に他の12カ国と共にアジアサッカー連盟を設立したが加盟はしなかったは政治的配慮から現在もなおイスラエルを AFC 創設メンバーとしては認めていないそれから2年後の1956年にイスラエルサッカー協会は AFC に加盟し1970年メキシコワールドカップには アジア代表として出場した。しかし、イスラエルアラブ紛争により、周辺アラブ諸国との関係が悪化し、アラブ諸国を中心としたボイコットが激化。それにより、AFC に所属しながらも1972年より、AFC アジアカップへの出場を辞退せざるを得なく、なった。1973年10月6日に第4次、中東戦争が起こると、 もはや対戦不可能な状態に陥った。翌年のテヘランアジア大会サッカー競技にイスラエル代表は出場した。大会では一時リーグ最終戦で日本を3の0で破り二次リーグへ進出したが二次リーグではクウェート北朝鮮が対戦を拒否した。結果的にイスラエル代表はこの2つの不戦勝とビルマ戦の1の0での勝利で決勝まで勝ち上がることになった。 マリアメールスタジアムに10万人の監修を集めた決勝では開催国のイランと対戦し30分にイランのアレルハンのシュートをイスラエルの DF シュムが自陣ゴールに蹴り込んでしまい結局このオンゴールで0から1で敗れた結果的にこの試合が AFC としての最後の試合となったまだテヘランアジア大会期間中であったが1974年9月14日に イランの首都テヘランで AFC 総会が開催され、イスラエルの除名が決まった。AFC 除名以降、地域連盟未所属のまま活動することになった。ワールドカップ予選においては1970年、1974年、1978年にはアジアオセアニア枠へと組み込まれたが、いずれの予選のグループはアラブ諸国と同組とならず、 さらに1970年大会のアジアオセアニア予選と1978年大会のアジアオセアニア予選はイスラエルと北朝鮮が同組となったが北朝鮮は予選自体を棄権した。1950年、1954年、1966年、1982年にはヨーロッパアクに組み込まれ、その後オセアニアサッカー連盟の暫定メンバーとなり、 1986年、1990年に、オセアニア予選に参加し、遠方への遠征を強いられることとなった。1990年大会のオセアニア予選では、オセアニア代表として、コロンビアと大陸間プレーオフで対戦したが、2試合合合計、0から1で敗れ、オセアニア代表としての本大会出場はならなかった。このため、イスラエルサッカー協会は、 欧州サッカー連盟への加盟を希望していた。これが認められて1992年より UEFA に加盟している。UEFA 加盟後、FIFA ワールドカップ UEFA 欧州選手権には出場できていない。UEFA 欧州選手権出場に最も近づいたのは2000年大会で予選6組に入り、オーストリアを抑えグループ2位となり、プレーオフへ進出した。プレーオフでは、 デンマークと対戦したが、第1戦0から5、第2戦0から3と2試合合計0から8で、大敗し初出場はならなかった。2006年のフィーフォバイ予選では、グループ4に入りフランスやスイスなどと同組となった。最終的には、本大会に出場した1970年、大会予選以来となる予選無敗の成績を残し、スイスと勝ち点で並んだが、 直接対戦の成績で、スイスが上回りグループ3位で、プレーオフ進出はならなかった。なお、このグループは、最終的に首位で、予選突破を決めたフランスから4位のアイルランドまで、勝ち点差3にひしめく、大混戦だった。最多出場選手のヨッシベナユン2019年6月10日、現在水色は、現役代表選手最多得点選手のモルデハイ。 シュピーグラー2019年6月10日、現在水色は、現役代表選手はバウト AFCAFC、a 公式 HPA5 番2007年9月6日、デイビッド・ゴールド・ブラッド著・チョ、野間稽子役、2002ワールドカップ32、過酷データブック株式会社ネコパブリッシングネコウェブ、a b c ごとおたけを、日本サッカー史日本代表の90年二馬車、2007年、 イスラエル代表新監督に、元 PSG のルイス・フェルナンデス氏が就任。イスラエル・インターナショナル・フットボーラース。EU ・フットボール・インフォ2019年9月6日閲覧。イスラエル・ナショナル・フットボール・チーム・ゴール・スコーヤーズ。EU ・フットボール・インフォ2019年9月6日閲覧。ありがとうございます。